一支政戦は、中華民国の軍人、政治家、古北軍の軍人。後に、中華民国維新政府、南京国民政府の要人となった。原名は、紹介、字は、厚人。号は、勘もやい、三人。公衆不公国衆、頭国高村出身、後、広国衆城。幼少期より、文武両道で下京を受けたが落第したため、 古北新軍校庭園に入隊。成績優秀だったため、部署の古北部普通中学堂にて、両藩県助教として派遣される。1903年秋、日本に留学して、東京新武学校に入学。陸軍主管学校第4期不評化進学。同時期に、中国同盟会に入っている。を卒業した、この F 票第4連隊で、 士官候補生として勤務。1908年に帰国後は、古北陸軍小学道副監督。陸軍部の推薦で、陳が統制官を務める東北新軍、第20陳にて第79票、しめぎみつる、第80票票等を歴任している。侵害革命が勃発すると、石聖戦は帰京して、古北軍政府に参加し、古北陸軍第一混成旅。 旅長、中華民国成立後は、武将の第一志士長に任ぜられた。1913年、中条。1915年12月、遠征外が皇帝に即位すると、石聖戦は二等男爵の位を授けられている。1917年11月、石聖戦は、五宝運動に抗応し、はじむ天才率いる湖北安国軍で、 副総司令権第一軍軍長となった。しかし、翌年1月、湖北特軍を占い元に敗北して、四川省との境に逃れ、しばらくここに拡挙する。1921年、四川軍の攻撃に敗れ、地盤を追われた。1923年2月、北京政府から平武将軍の地位を授与されている。 同じ区名ばかりの将軍七人と将軍団を結成し、以降実業家として観光の日本疎開で偶居した。1938年10月、武漢が日本により陥落する。日本の指示を受けた石政戦は、中華民国維新政府において武漢市産義夫副議長に任ぜられた。年末には議長に昇進した。1939年4月、 県政務訓練委任委員長。王朝名の南京国民政府が成立した後の1940年5月、一市聖は中江実業銀行当事長、総裁となる。また同月、何杯が結成した共和党に加入し、副総裁に任命されている。しかし、同年12月、共和党は解散された。翌年、一市は、 中国国民党中央執行委員、全国経済委員会委員、余学参照財政整理委員会主任委員に任ぜられた。1943年10月、観光特別支支長に任ぜられている。何杯、張人司令、来樹栄と湖北省、四大官官と称された。日本敗北後、紹介席の国民政府により、官官として逮捕された。 1946年4月7日、湖北省高等法院より死刑判決を下される。昇進によって1948年に無期懲役に減刑されたが、精神に異常をきたし錯乱状態のまま同年7月22日に、極死した。去年69。ありがとうございます。